ドイツロマン派の代表的な作曲家フェリックス・メンデルスゾンは1809年北ドイツのハンブルクで生まれています。3歳で一家はベルリンに移りますが、裕福な家庭に育ったメンデルスゾンはこの頃からピアノを習い始め、7歳の頃には何人かの有能な家庭教師について音楽や一般教養を学んでいます。恵まれた環境の中で少年時代を過ごした彼は13歳で管弦楽の作曲を始め、15歳で最初の交響曲を書くという才能を発揮しています。彼の青年期の功績として見逃せないのはヨハン・セバスティアン・バッハのマタイ受難曲の再演ですが、バッハの死後誰もが演奏不可能と思っていたこの曲を20歳のメンデルスゾンが自ら指揮して復活演奏したのでした。それはなんと初演から100年目のことで、バッハの作品を世界中が再認識するきっかけとなりました。この年彼は初めての一人旅を始めます。最初の訪問地イギリスではフィンガルの洞窟序曲や3つ目の交響曲スコットランドを、そして次の訪問地イタリアでは4つ目の交響曲イタリアの作曲に取り掛かっていますが、これらはいずれも彼の代表作でして、この旅行がいかに彼にとって新鮮であったかが伺えます。